5年か。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど、別に今のままで楽なんだけどな。かなり遅れてんの。今月できたかも。ねえ、最近変なメールが来る。よく分かんないの。意味不明でさ、気味が悪い。あのさ、私に隠してることないよね。ねえ、私たち大丈夫なんだよね。できたから仕方なくとかじゃないよね。信じてていいんだよね。怖かった。妊娠したかもしれないって分かってからずっと。ヴィンセントが困るだろうって分かってたから。本当にお別れだね。さよなら。そうか、このしんどさ、この街で一人になったあの時以来だ。汚ねえな、本当。クソ、俺どうすりゃいいんだ。キャサリン、キャサリン。あ、いえ、今のはバグ。いえ、後で向かいます。夕方くらいには。はい、すいません。エクシン、サミー、つうかマジか。そんな落ち込むなよ。そんなんじゃマジで死んじまうぞ。なあ、俺は今夢の中にいたりしないよな。はあ、重症だなお前。野郎二人で連れ弁なんて、んな夢あるかよ、うん、彼女やっぱ本気なのか。はあ、ああ、電話も出ない。つうか分かってたけどな。こんなことならあの子と無理に別れることなかったな。それなんだ。あの子とはあの店で別れたはずなのに、次のさ、彼女が部屋に来て、なぜかあの子も部屋にいて、思い出したくもない大惨事に。まあ夢でよかったわけだけど、でもなんていうか不思議と、あれが夢だったって気がしないんだよ。はあ、夢じゃなきゃ今頃大騒ぎだろ。彼女が刺しちまったって話なんだからな。てか浮気相手の方からはあれから連絡ないわけ。さあな。ないだろ。ないだろって確かめてないのかよ。あれ、ねえぞ。やっぱ連絡なしか。まあそうだろうな。違うよ、全然なくなっちまってる。あ、髪か。ちょ待ってろ。おい、マジねえよ。なんだこれ。待てって、今巻いてっから。こっちも少ないから。いや、全部だ、全部なくなってる。なんで。うるせえな、待ってろよ。バカ、髪じゃねえよ。ねえんだよ、あの子のメールっていうかアドレスもだ。アドレス。そんだけじゃねえ、着信も発信も番号もか。あの子の履歴が全部ね。消えたって。おい、いつかの写真もか。写真ねえ、消えちまってる。んだよ、まだ見てねえのに。これどういうこと。浮気に怒ったキャサリンが消しちまったんじゃないの。黙ってさ。キャサリンがしねえよ、そんなこと。じゃあお前の二若い子の方が消したんじゃん。いや、それもない。だって昨日これであの子呼び出したんだ。その後会って別れて、それっきりだし。昨日ってどこでだ。は？だから見せてたよ。てかお前ら見てただろうが。見てた。あの子と別れるところだよ。え、別に見てないけど。は？何言ってんの。
一緒にいただろう。あ、誰と。あの子と散々だった後、みんな俺んとこ来て慰めてくれたろ。覚えてねえのか。それは覚えてるけど、俺らが見てたのは一人で塞ぎ込んでるお前だけっつうが。一人。ああ、あの子もいただろう。だから見てねえよ。つうか今まで一回も見たことねえよ。え、嘘だろ。ジョニーもトビーも誰も会ったことないぜ。お前の話で聞いてるだけっつうが、彼女にバレないようにわざとそうしてんのかと思ってたよ。え、いや、そんなことねえよ。とにかく昨日は俺は一人っきりのお前しか見てない。頭叩いて話しかけても気づきやしねえし、ひでえありさまだったよ。そんなわけないよ。あのな、お前もしかしてマジに頭おかしくなりかかってね。おかしいとか言うんじゃねえよ。なんか自信なくなんだろ。自信あったのかよ。お前らの見間違いとかだろ。だってありえないだろ、これじゃまるで。つうか待てよ。あれてか、こんな街のあんな店でアナロックスけど誰も。やっぱりありえないから。お前の妄想だったりしな。おい黙んなよ。まさかヤバすぎんだろ。真に受けんなってけど、もう連絡取りようねえし、誰も見てねえとかありえないだろ。お前マジちょっとおかしいぞ。なんか聞いてて普通じゃないな、ヴィンセント。お前さ、うるせえ。俺別におかしくねえよ。こんな目に遭ってんのあの子のおかげなんだ。いねえとかありえないだろ。ふざけんのもいい加減にしろよ。ああ分かったから、モデルぜ。おい待ってって。んだよ、携帯のはバグだろ。こんな、それに昨日の夜のはお前の見間違いだろ。しつけえな。見てねえって信じねえわけ。別にいいけどよ。そうだ、エリカだったらきっと見てるよ。働いてんだから。あの子のことだってなんか知ってんだろ。なあ、今日の夜も付き合えよ。俺が正しいって証明してやっから。もういいよ、別にどっちよくねえんだ。なんだよこいつ。なあお前、本当にキャサリンと別れちまったのか。まあな。そうか。それより昨日の話だ、ちゃんと思い出してくれよ。いや本当だってば。マジでか。うん、だって昨日の夜でしょ。さすがに覚えてるよ。一人で来て一人で帰ってって、飲んでる時もずっと一人だったわよね、トビ。絶対間違いないっすよ。寝不足でおかしくなってんじゃないですか。昨日のヴィンセントさんマジヤバかったっすもん。ああ相当来てたからな。じゃあ何か、俺はここで夢でも見てたってことか。夢なんて毎晩のあれだけで十分すぎんだよ。つうかどっからが夢なんだよ。マジ信じらんねえ。おい落ち着けって。あのことの浮気のせいでこんな目に遭ってんだ。おい誰か教えろ、あの子はどこにいるんだ。死んないっすよ。頭痛い。ちょっと大丈夫。ああそうそう、そんな感じで一人でした。マジ幻でも見たんじゃないですか。飛びすぎっすよ。飛んでねえよ。いねえとかありえねえって言ってるだけだろ。それよりさ、酒も薬もダメだよなあれ。ああ何度も見ちまう。うわまだ見てたんすか。そういや昨日の夜中なんてエリカさんまでうなされちゃってて。やったよく覚えてないけどさ。エリカもか。てっきり男が見るもんだって思ってましたけど、
そうとも限んないんすかね。いやはどうなんかな。あんたらが悪夢の話ばっかりしてるからよ。お客さんも同じような話してるしさ。連鎖反応ってやつなんすかね。なあ、俺たちの見てるあれ、実は同じ夢っていう気しないか。本当？俺もうろ覚えなんだけど、なんつうかこうもがきながら必死こいて何かから逃げるって感じじゃねえか。ひたすら上に向かってさ。ああ、俺もそんなだ。もがくっていうか、なかなか進めねえ感じなんだよな。同じのを見せられてるってこと？バカ、夢なんて現実のストレスの影響さ。ストレスって何のだよ。んなの生きてりゃいくらでもあんだろ。そりゃあるけどさ、俺もそのうち見ちゃうのかな。勘弁してくださいよ。こいつがあの話をしだしてからだよな。くそ、こいつと散々付き合ったせいで影響を受けちまったんじゃねえか。おいヴィンセント、どうしてくれんだ。うん、ダメだこいつ。ああ完全にヤバい感じだわ。うん、俺も頭痛いから帰るわ。別れたショックも分かっけどさ、ここまでおかしくなるもんかね。うん、そういや俺たちも明日早いんだったな。ああそうっすね。そろそろ。ヴィンセント、今日はもう帰るぞ。お前一人で平気かよ。うん、おかしくないからな。こいつ、後でまた女に会ってたとか言い出さねえだろうな。バカ、言わねえよ。でもあの時は確かにあの子と会ってたんだよ。その話はもう分かったよ。誰だって記憶違いはあるさ。もうお前らには聞かねえよ。俺はもう少し飲んでくから。こいつは私が見とくから、あんたたちは帰んなよ。悪いなエリカ、あとはよろしく頼むわ。くそ、どうなってんだ一体。ねえ、大丈夫？ここ、いい？ここはいいですか？何？いや、っていうか数えてみたら、あれから1週間くらいしか経ってないんだよな。あれから？ここであの子に会ってからさ、たったこんだけで、人生こんな変わっちまうもんなのか？そういうこともあるよ。でも夢のせいかも。うまく眠れないんじゃ体も参っちゃって、世の中がいつもと違って見えたりさ。エリカまで、彼女のこと幻とかって言う気かよ。そうは言ってないけど。言ってんだろ。正直自分でもよく分かんなくなってきやがった。クソ、いろいろあったからきっと混乱してるんだよ。それにこの頃ちょっと飲みすぎよ。おい、ちょっといいか。あ、はい。どうなってんだよ。あ、クソ、そういやあの日もこんな風だったっけか。前の晩やばい夢見て、ここで忘れようっつって飲んで、あいつら先に帰っちまって、そしたらあの子が店に。あれ、待てよ、そういや